こんにちは、静岡ナビチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さあ、磐田市にやってまいりました。今回はラーメン店のご紹介になります。なんと6時半から朝ラーメンもやっているお店なんです。さあ、今回ご紹介するお店がこちらになります。静岡県磐田市小島にあります鯛そばのりさんになります。営業が朝昼夜と分かれていて、創作天ぷら寿司居酒屋寿司店山田の二毛作で営業しているんです。かねてからラーメン好きだった店主さん、寿司店山田のラーメンランチがかなり好評だったようです。これを機に一年発起で平日昼夜をラーメン主体の二毛作としてリニューアル、鯛だしラーメン専門店としてスタートしました。さあ、一体どんなラーメンなのか楽しみですね。早速お邪魔していきましょう。小上がりのお座敷とカウンター席がありますね。和の落ち着いた感じで店内はとてもいい雰囲気です。カウンター席に座ると最初に目に飛び込んでくるのがこちらのメニューです。鯛そばのりに来たらまずこれ、こちら側にも貼ってありますね。一押しなんですね。メニューを見ていきましょう。こちらがおすすめのチンタン鯛そばはじめ、さらにおすすめが A セットのおこげ茶漬けですね。こちらはチンタン背脂鯛そばはじめ貝ですね。さらに白湯鯛そばかすみ、かすみ貝になると白湯の煮干し鯛そばなんです。さらに寿司店山田の丼物も美味しそうです。さ、早速ラーメンの着丼になります。今回注文したラーメンはこちらになります。チンタン背脂鯛そばはじめ貝塩1050円になります。今回はプラス A セットで350円になりますね。すごく綺麗なラーメンなんですよ。さらに来た瞬間から鯛の出汁の香りがたまらないんです。具材も別皿なのでゆっくりラーメンを楽しめますよね。こちらのラーメンの食べ方も詳しく解説してくれています。さ、こちらチンタンスープというだけあって、この透き通ったスープは見事ですよね。飲むと鯛の旨味が押し寄せてくるのでレンゲが止まらずスープがなくなってしまいそうです。麺は低加水の細麺で喉越しもよく、パツパツとした食感がスープとの相性抜群です。食べ方レシピによると、卓上にあるタバスコではなくゆずスコを入れると、これまた不思議なくらい出汁に合うんです。さらに香りが立って美味しくなります。最後にトッピングを乗せてがっつりいただきましょう。レアチャーシュー、メンマ、寿司店居酒屋ならではの鯛身上が目を引きます。はい、こちらが鯛のおこげ茶漬け350円になります。こちらの急須にはですね、焼き石が3つ入っています。こちらにぬるくなったスープを注ぐと一気に熱々になるんです。さ
さあでは入れてみましょう。見てください、お茶漬け用のスープの出来上がりです。熱々のスープを一気に注ぐともうたまらないですよね。こちらはもう出汁の旨味とおこげの香ばしさが何とも言えない美味しさです。こちらの自慢のタイスープをラーメンからお茶漬けまで楽しめるなんて贅沢ですよね。こちらはミニ創作天丼550円になります。ちなみにこちらは寿司店山田自慢の創作天丼です。桶に入ってるんですよ。アレンジの効いた丼物もまた格別ですよ。いや、ごちそうさまでした。美味しかったです。磐田市でこれほどのタイラーメンをいただけるとは思いもしなかったです。本当にごちそうさまでした。今回ご紹介したお店は磐田市小島にありますタイそばのりさんでした。今回の動画以上になります。いかがだったでしょうか。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント欄にコメントをいただければ嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。これからも静岡をどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして待っていてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。